名は内葉サスケ。嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にない。惨めだな。話したのは数人だけだ。歪んでいた。俺も一時火影になろうとしていた。しかし俺が目指した火影は、実際俺たちもよくは分かっていない。自分たちの居場所に明日戻る。それはかつて聞いた。お前にとってのそれは一体何なんだ。本当は俺が羨ましかったんだ。俺にはない強さがあったから。どうやら俺たちは朝まで寝ちまったようだな。